仁比総平君、日本共産党の仁比総平でございます。まず今回の着実推定の見直しで無戸籍者をなくせるのかということについてお尋ねをしたいと思います。えっと資料一枚目は政府が平成二十六年夏から調査を始めた無戸籍無国籍者の数等についての。 政府資料ですあのご覧のとおりです、ねえー、以来、累計で4328人、えー、うち解消されたあ者が3535人、けれど、なお793人の無戸籍者が把握をされているというのが、えー、2022年、えー、令和4年11月10日現在の状況なんですね。 あのこれちょっと遡って確認をしたいと思うんですけれども、初めて私がこの資料を拝見したのは、平成27年の時でしたけれども、2015年ですね、この3月10日時点で、把握されていた無戸籍者の累計は638人、うち解消されたのが70人で、 当時無戸籍者は人でした2年後、平成29年、2017年の3月の数字は、累計が1305人、解消された者は603人で、無戸籍者は702人でした。つまり、累計はもちろんどんどん増えてる。で、うち解消される人はいるんですけども、 新たに無戸籍者が発生するわけですよねだから減るどころか逆に増えているというのがこの無戸籍者の現実なんですけれどもこの大臣これなんでだと思いますか金子法務省金子民事局長はい、えー、無戸籍者が 新たに把握できるということは、お子さんを産んだ方が出生届をしないというケースが起こ,起こり続けていて、その方を法務局なりが把握するために増えているということになるんだと思います二比聡平君。えー、大臣あのその出生届をしない という状況が続くということについて、えっと、次のページですけれども、戸籍に記載されていない理由という調査がありまして、えー、全部の着出推定を避けるため、これが、えー、今の数字で581人で約73%なんですね。これ、先ほどの2015年の数字で言いますと、398人で70%。 うち DV があるものが41人、2017年、平成29年の数字でいうと、529人で75%、うち DV は54人、え今回は DV があるもの53人ですねえ、つまり変わらないわけですよ、7割の方々が夫、あるいは全部の着出推定を避けるために、 出生届を出せない、戸籍ああの、ということになってるわけですね。ですから、1枚目に戻っていただいて、年齢の区分がありますね、右上ですけども、0歳から9歳まで、これ、調査が始まった、あるいは今日の無戸籍者ゼロタスクホースにつながってくる取り組みがですね、まあ、始まったと言っていいと思うんですけど、 その時期から考えたって、えー、およそ8年間ですがだからこの間に生まれた子どもたちが476人無戸籍者として把握されてるわけですよつまりこの300日ルール着出推定を避けるためというつまり着出推定が理由となってですね 出生届が出せずに、無戸籍者、自社が、えー、今も増えてると、ここに問題があるんじゃないですか、大臣。金子局長現行制度の下で、えーもんえー直出、無戸籍者が増える理由として、えー、推定ルール等が挙げられておりますけれども、現行に法にはそのような問題があると。 いうことは認識しております総平君、えー、資料のです、ね、8枚目、9枚目、大臣、ちょっとご覧いただけますかあの、そもそも無戸籍者問題についての深刻さをどう考えているのかということなんですが、あのえー、その8枚目の NHK ニュースウェーブの資料は、32年間無戸籍の女性のことを報じています。えー、2015年 の当時、私も直接、この院内集会でお会いをいたしました。お母さんが前の夫の暴力を理由に別居していた期間に、別の男性との間に生まれたんですね。出生届を出すと、民法の規定、推定規定で、前の夫の子として戸籍に入ってしまうために出生届を出さなかった。ご本人を、その娘さん。 その方は本人を証明する書類が一切なかったために銀行口座も作れないアルバイト先の給料は親戚の口座に振り込んでもらってた調理師になりたいという夢があったんですが資格を取るには本籍が書かれた住民票が必要というので諦めざるを得なかった運転免許も取れないしアパートを借りたりすることもできないっていう。 それが無戸籍っていう状況じゃないですかで。実際、今把握されている無戸籍者もですね、小さい子たちだけじゃないんですよ。20, 歳あ20代、30代の方々も多数いらっしゃるんですね。こういう事態を生み出し続けていいのかと。そのことが、この推定規定の見直しに問われています。ちょっとその観点で、 改めて大臣に伺いますけれども、この無戸籍者、政府が把握している数だけでもどんどん増えていると、解消してもまた生まれてしまうと、この事態、どう思われますか斉藤法務大臣。あの私は国会でも何度も答弁しておりますが、この無戸籍者問題は、あ何とかですねこれ、減少させていかなくちゃいけないということであります。 それであのご案内のように、なぜ発生するかということは、いろんな理由があるんですけど、おっしゃるようなその75%というものも、非常に大きな問題であると思っていまして、これにおきましては、ですねまあ法務省においても、確かに増えてはいるんですけど、平成26年から無効籍者の徹底した実態把握や、全国各地の法務局における丁寧な手続き案内と、寄り添い型の取り組みは行ってきているんですね。 で最もこのような支援による無功籍者問題の解消には、まあ、限界が正直ありまして、将来にわたり無功籍者問題を抜本的に解消していくためには、法制上の課題などに取り組んでいく必要があるというふうに、まあ、考えられてきたわけであります。で本改正案は、そのような法制上の課題等に対応し、無功籍者問題を解消する観点から、 まあ着手推定制度に関する規律をですねえまあ総合的に見直して、これにより、無戸籍者問題の解消に向けて、ですねえまあ前進をさせていきたいというふうに考えているところであります仁比颯平君。そうおっしゃいながら、離婚後300日ルールをそのままにすると、それでは、この政府自身が把握している、それでは届け出できないじゃないですかということは、何にも解決されない。 先ほど福島議員の質問にもありましたけども、この着室推定の少なくとも推定ということの意味を抜本的に政府は改めるべきですよ。あのそこで今回、今回の改正で、ですね離婚後、あの再婚禁止期間もなくなりますから、だから費用を置かずに、新たなパートとの婚姻届を出すというカップルが生まれます。でそうすると 離婚前に、前婚の離婚前に解体していた、妊娠していたということであっても、えー、後婚、再婚した新たなカップルのですね、その、えー、届けで、婚姻届けによって、その新たなカップルの子供として推定されることになるじゃないですか。だけども、300日ルールはなくなってませんよね。そうすると、離婚後、前婚の離婚後300日、 というその推定が婚姻届け、新たなカップルの婚姻届けによって破られるということになりますよね、今回の法改正うう、金子局長。えー、改正法案では、えっと、母の。 婚姻解消後300日以内に生まれた子であっても、えー、女性が、こう解体したときから、この出生のときまでに、2以上の婚姻したときは、子はその出生の直近の婚姻における夫のことを推定する旨の規定を設けています。つまり、再婚後の夫のことを推定するということです。でこの場合、えー、前婚の婚姻解消から300日以内にお子さんが出生している場合は、 全部のことの推定が働かないとする根拠はなくて、その推定は残っているものと考えていますが、再婚後の夫のことの推定が優先するもの、でこれはこちらの蓋然性が高いだろうということで、そのようなあ制度とおすることにしています仁比宗平君。当たり前ですよね、今回の改正、そういうことですよ。あの子どもが生まれるえ、私たちの声をね。 幸せになろうねって言って婚姻届出すわけですよ。それを前の夫の子であるかという着出推定がなお働いているというので、そこで重複させる、推定規定がね、重複するということになってしまったら、とんでもないことだから、高婚の子という推定規定を置くというのが今回の趣旨だと思うんですけれども、私が尋ねたいのは、つまりこれまで,ですね裁判によらなければ覆せないとずっと言い続けてきた推定は、 今回の改正によって、新たなカップルの婚姻届によって覆されるということです。これまでも議論があったように、離婚後の解体であるということが、医師の証明によって明らかな場合には、これまでも出生届が出されてきあの受理されてきました。これをさらに、えー、踏み込んで、まあ、前倒ししてっていいますか、えー、婚姻中であっても、別居という事実が明らかと。 いうこの場合に、出生届で子どもの戸籍を作るっていう、こういうふうに変えていいじゃないかと、300日ルールを、そんなにがちがちの推定を、これから先も続けなくていいじゃないかというのは、これ、当然のことだと思うんですね。あの法制審のの議論の中でも えっと、例えば DV のケースでえ、実際に住民票が移動していなくても、自治体において対象となる人が DV なんかの事情で、住民票を移動させないまま居住しているということを認定して、健康保険証を出したり、生活保護の受給を認めたりするっていうケース、取り組みが進んできてるじゃないですか、自治体はそこにその親子が、母、子が住んでるということをちゃんと認定している。 あるいは DV 保護命令の決定書がある、あるいは公的な婦人保護施設の入所しているという事実がある、これが証明できる、あるいは裁判所が婚姻費用分担の審判の中で、別居しているということを調査の上でちゃんと認定していると、こういうことがあれば、たとえ婚姻関係が続いあの法的に続いている中でので、ね、解体であっても、全部の子ではないということは明らかじゃないですか。 だったらば、その書類をつけての出生届を受理して、無戸籍辞任はさせない、そういう取り組み大臣、すべきじゃありませんか金子局長。あの、裁判によらずに推定を覆すというのが、えー そここにどままで踏み込むかかといいう問題かと思います1つは、嫡出推定制度というものを、どの程度、堅いものと考えるかっていう、今の基本的な民法の姿勢ですねえ、つまり婚姻を中心に夫婦に同居義務があり、えー、それから別の方と交渉を持てば、それは不法行為になりうるし、離婚原因になりうると。 こういうい全体の構造の中で、嫡出推定制度というのが維持されてきているわけですけれども、その例外をどの程度認めるのか、抜本的に見直すというのは、それは一つの方策だと思いますが、これはその嫡出推定制度自体の意義をどう捉えていくかということをきちんと検証しなきゃいけないという問題になります。それからら裁判によらずにず戸籍の窓口等で えー、ある事実を認定することによって、推定を外せないかで、この問題についてはあのー、法律上の夫婦というもののあり方の問題もありますが、同時にその運用する戸籍の窓口において、どういう資料であれば、その推定、 裁判で寄らなければ覆せないような現行の推定制度をとあの、現行制度の下で推定される父親と違う扱いをするということができるのか、でしかも、これをあの非常に形式的な審査でしなければいけないという問題もあり、この問題について、推定が及ばない子に,関子について、 という判例法理があるので、それについて、明文化して、戸籍で取り扱うようにできないかという議論もしましたけれども、なりん個別性が非常に強い、裁判においてはその個別性を、その事案に応じて扱うということに非常に適していて、夫婦からご事情を聞いて、いつ別居したのかとか、あるいは。 夫婦の中はどうだったのかとか、あるいは場合によっては DNA 鑑定をするとか、そういう手段があるわけですが、戸籍窓口で限られているその審査の範囲の中で、どこまでできるのかということを併せて検討したときに、今回、離婚後ということであれば、これが非常にあの外然性に、二木先生ご指摘のとおり、外然性の問題はありますが、形式的に審査できるということで、 ここについては今までと違う取り扱いをしようということに踏み込んだということになります仁比総平君あの前段でえ一つの方策ですとおっしゃったのは大事なことでだからこそ法制審でも相当な議論がされているわけですよあのもう一つは戸籍の窓口まあ、市区町村の窓口でできないこと判断できないことがってそんなことは私はないと思いますよ離婚後のえ意思の証明という あの離婚後解体の意思の証明というこれまでの運用についても、いろんな議論があって、そういう運用を定めてきたわけだし、先ほどご紹介した DV ケースなんかでは、市区町村の窓口が相当関わって頑張ってるでしょ、その同じ親子の推定規定だけは裁判をしないとだめですよと、突き放す、その自治体の方がよっぽど苦しいじゃないですか、つらいじゃないですか、そこを改めて考えるべきだと。 申し上げてもう一問、今日聞いておきたいと思います、それは国籍法三条改正に関わる問題なんですが、今日も民事局長が、従前からの確立した規律を維持すると、それを明記するというふうに言うんですが、この従前からの運用ということによって、一度取得をした国籍がです、ね、遡って失われたという子どもたちの件数、 それから、その子たちがその子どんなふうに扱われたのか、在留特別許可が何件出たとか、あるいは本国に、えー、とりわけお母さんの国籍のある母国にですね帰ったとか、その実態っていうのは、えー、一体何件ありますか。金子局長 一旦届け出によって日本の国籍を取得したと扱われるものについて、その後に日本国籍が否定された場合についてのお尋ねかと思いますが、そのものの戸籍が招致されることになりますが、その取り扱いが市区町村においてされているため、その具体的な事案やその件数、それからその後の。 えー、その後、どういう扱いになったかということについては、当初で把握できておりません。平、え、君、ー、従前の確立した規律なんて言いながら、その実態が国会で説明できないというのは、一体どういうことですか、これ、2008年の国籍法改正、そのときの衆参の付帯決議によって行ってきたという説明を事前に伺いましたけれども、それは事実ですか。 金子局長。そのように承知しています総平君おかしいじゃないですか、資料の後ろから2枚目に、衆参の付帯決議を,を配りました、参議院の付帯決議でいうと、2項目目ですけれども、虚偽認知が行われることがあってはならないと、だから届け出に疑義があるときは、ちゃんと調査をしなさいという付帯決議ですよね。どこにもも何年経っても あるいは今回であれば7年を超えてもですね、遡って国籍奪いなさいなんて書いてないじゃないですか。なのにもかかわらず、これを根拠にしてやってきたっていう確立した規律と言いながら、その実態さえ説明ができない、あの入管にもお尋ねしますけれども、あのそうやって遡ってね、国籍がけあのなくなったということになったら、非正規扱いして、 退去、えー、強制の手続きなんだという説明がこの間、ずっとあっているわけですけれども、その子ども、あの国籍を失った、遡って失った子の扱いが何件あって、それがどのように扱われたのかという数字は分かるんですか出入国在留管理庁、西山次長、えー、今あの、委員がお尋ねのようなあ統計については作成をいたしておりません。井総平君結局 戸籍国籍の当局、市区町村の窓口と在留審査の入管というのは全く連携してないんですよ、それをね、なんだか人道的な配慮をこれまでもしてきたかのような、そんな答弁というのは、私は到底納得できない、この国籍法の3条改正については、抜本的に考え直すべきだということを強く主張して、あとは次回に譲ります。ありがとうございました。 午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。 ただいまから。